県は、今日午前10時までに新型コロナの検査を322件を行い、新たに148人感染していることが分かりました。自治体別に見ると、金沢市が57人、白山市が25人、小松市が20人などとなっています。今のところ、感染経路がわからない人が107人で、全体の7割以上を占めています。年代別では、 10代が36人で最も多く、20代以下が全体の半数近くを占めています。また県は一人が死亡したことも併せて発表しました。